話す場。できたわ。あなたたちの服よ。すごい。私たちが今着ているものとそっくりね。驚きました。こんなにも早く完成させるなんて、本当に手慣れているんですね。いやいや、そんなに褒めないでよ。でも我ながらいい出来ね。そうだわ、せっかくだから私が着てみてもいいかしら。こんな衣装着る機会もないし、ほら、めぐみも一緒に。え、私もですか？ゼロからお着替え。じゃーん、どうどう、似合うかしら。とてもお似合いです、アクア様。ねえレム、アクアも素敵だけど、ほら見て、レムの服を着たメグミンもすっごく可愛い。ありがとうございます。しかし胸のあたりがスースーする気も。レムの胸の大きさに合わせて仕立てたから、メグミンには大きいのかしら。詰め物でもする？しませんよ、しませんとも。ですが体型に合わせなければ動きづらいかと。メグミン様、レムが大きさを調整いたします。大きさ？今大きさと言いましたか？勝手に大きさを気にしていると思うのはやめてください。こんなにのんびりした時間久しぶりかも。握手付き競技にこういうのがあるわ。何時何かのことで悩むなら、今を楽しく生きなさい。いつも大変なことばかりじゃ疲れちゃうわ。せめて元の世界に戻るまで少しは楽しめばいいんじゃない？ありがとう。このスバ、パーティー編成でメインとサブに同じキャラを入れればボーナスが発生する。パワーポーションでレベルを上げて強くなりましょう。騎士たるもの、常に精進しなければならない。今私に可愛くないって言った？どこの誰？許さないから。アクセルハーツは絶対に世界一の踊り子ユニットになるんだから。可愛い私とパーティーが組めるなんて運がいいわね。今日の私のクエストはこちらになります。メインクエストを進めて、各章のノーマルクエストをすべてクリア。メインクエストでは装備品の素材。メインクエストを進める。このスパ、こんな格好で戦うとは。もっと私を攻撃してくれ。おい、ジロジロ見るな。かわいく攻撃。にゃん、かわいいって罪よね。おい、ジロジロ見るな。もしタオルがはだけたら。かわいさがあふれちゃう。準備簡単です。いつでもいけるぞ。超大切な人を守りたいんです。世界一かわいいのはエイリカちゃんでした。メロメロになっちゃって。レムがお守りします。この格好で戦うのも悪くないな。この私を一体どうするつもりだ。ルールを持つメンバーをパーティーに編成。新しいスキル属性を意識して編成すると効果的よ。
サブメンバーが編成できるようになったわ。試してみましょう。面倒かけさせないでよね。殺すわ。こんな格好で戦うとは。お見がかった勝利ですね。もしタオルがはだけたら。攻撃してても可愛い。おい、ジロジロ見るな。私にかかればこんなものよ。このスバ。水晶属性のスキルを持つメンバーをパーティーに編成。新しいストーリーが解放されました。このスバ。こんな格好で戦うとは。おい、ジロジロ見るな。はっ。鬼がかった勝利ですね。もしタオルがはだけたら。かわいいって罪よね。私にかかればこんなものよ。このスバ。水晶属性のスキルを持つメンバーをパーティーに編成。新しい。水晶属性のスキルを持つメンバーをパーティーに編成。新しい。クラウンを3つ取得するとスキップ。メインクエストでは装備品の素材。クラウンを3つ取得すると受付中のクエストはこちらになります。メンバーの強化やメンバーのレベル。メンバーのレベル。かわいい子はバトルも強いの。攻撃しててもかわいい。おい、ジロジロ見るな。いや、もっともっとだ。かわいいエリカちゃんに注目。
この格好で戦うのも悪くないな。イベントが開放されたみたいね。報酬で懐が温まる。このスバ。あれ？どうしてスバルが庭の手入れをしてるの？今日は当番じゃないよね。ラムのやつが食あたりで体調が悪いらしくて、レムだけじゃ大変だから手伝ってんだよ。すみません、スバル君。姉様も明日には良くなると思いますから。残念ね。天気もいいし、お弁当でも作って遊びに行こうかと思ったんだけど、難しそうかしら。いや、簡単だ。すぐに終わらせるから、ちょっと待ってて。おっきい。この子一体何かしら。これは不思議な気配だね。おいおい、警戒することないって。多少でかいし不気味な色だが、これはただのカエル。舌長。みんな絡め取られちゃったわね。そしてこの後は、うわあ！このスバ！あれ、ここは。目が覚めましたか、スバル君。ああ。って生臭！なんだこりゃ。私たち丸飲みされちゃったものね。で、気づいたらここに。パックの話だと、ここはルグニカ王国ではないみたいよ。お腹の中が別の場所に繋がってたんだよ。転移魔法の一種だね。道理でおかしな気配だったわけだ。キャビ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 。ねえ、なんだか変な声が聞こえない？キャビ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 。なんだよあれ。キャベツの大群が空を飛んでる。待って、大群の後ろから強力な魔力が。エクスプロージョン。キャビ。大群が一瞬で。気持ちよかったです。はあ。さて、形の残ってるキャベツを回収するわよ。こんがりしたキャベツは晩ご飯に仲間入りね。お、そこに誰かいるのか。まさか爆裂魔法で怪我してないよな。おい、今のキャベツはなんだ。てか、なんで野菜が空を飛んでんだよ。ありえねえ。ジャージ、もしかしてこいつ俺と同じ転生者か。おかしなことを言いますね。野菜は飛びますし、サンマは畑で採れる。常識じゃないですか。そうなの？知らなかったわ。僕たちの知ってる常識と違うみたいだね。ちょっと聞きたいんだけど、ここは一体どこなんだい？どこって、駆け出し冒険者の街、アクセルよ。アクセル？そんな名前の町聞いたこともありません。ああ、もうどこなんだよここは。それもこれもあのでっかい虹色カエルに食われたせいだ。でっかい虹色カエル。カズマさん、カズマさん、でっかいカエルってまさか。おや、君たち心当たりがありそうだね。教えてもらえるかな。その前に、まずお互いに自己紹介だ。私の名はダクネス。その男はカズマ。こっちはアクア。地面に寝ているのがメグミン。みんなでキャベツの討伐クエストに参加していたところだ。あなたたちは？
私はエミリア、そしてこっちが契約精霊のパック。どうもよろしく。レムはロズワール邸のメイドです。ロズワール？聞いたことないわね。そしてこの俺が夏木スバルだ。夏木スバル、名前からして間違いないな。こいつ俺と同じ転生者だ。ここで話すのもなんだし、俺たちの屋敷に来ないか。特にスバル、お前には話がある。俺に？まあいいけど。決まりだな。でっかいカエルについてもそこで説明するよ。このスバ、さあ、新しい冒険の始まりよ。嫉妬の魔女よ、どうか私に、あいあいあいちを。それってすごくいいことよね。私はカエルを探さないといけないの。急いでるから手加減はし。このスバ、レムにお任せください。うん、それ。レムがお守りします。攻撃してても可愛い。鬼がかった勝利ですね。もしタオルがはだけたら。はっ、メロメロになっちゃって。どんなご褒美だ。可愛く攻撃。いつでも行けるぞ。どんなご褒美だ。大切な人を守りたいんです。この格好で戦うのも悪くないな。このスバ、
こんな平和な町で悪事を働くなんて。このスバレムにお任せください。レムがお守りします。レムがお守りします。私は可愛さ 1000%。 可愛く攻撃は、それは、いや、ね、もっともっとだ、いや、ね、準備万端です。大切な人を守りたいんです。おい、ジロジロ見、レムが相手だったエビカちゃんに注目。負けません。私を壁に使ってくれ。負けません。コール&デスパー。あたしにかかればこんなものよ。負けちゃった。このスバ、うっそうとした森ですね。私たちの前に人が入ったのはいつのことか分かったものじゃありません。ギルドのお姉さんが高額報酬だって進めてきたクエストだから怪しいとは思ってたが、なるほどな。結界に守られた太古の森の調査か。別の世界に通じる扉があると言われてるらしいが、本当なのだろうか。この森に入った人間が誰も戻ってこなかったっていう話が近くの村に伝わってるみたい。ねえ、私怖いんですけど。噂の真偽はともかく、俺たちの仕事は結界の中にモンスターが入り込んでないか調査すること。くれぐれも慎重に。出た、なんで今撃ったんだよ。爆裂魔法で結界ごと全部吹っ飛んじまったじゃねえか。先手必勝です。そうよそうよ、怖かったわけじゃないんだから。それに結界なんてこの私が張り直して。待て、この地響き何か来るぞ。ジャイアントトード、見たことのない色だな。一体どこから。封印は解かれた。異世界の我が同胞も間もなく目覚める。喋った。ブおい、こら、どこに行く。待ちやがれ。ということがありまして。なるほどな、と言いつつ全然わからん。それって私たちを飲み込んだカエルって言うんだったかしら。もしかして同じ個体ってこと。この辺りにもジャイアントトードは生息しているが、虹色で、しかも喋るやつを見たのは初めてだ。これはまだ仮説に過ぎないけど、その森には別の世界へ通じる扉があるって言われてたんだよね。ああ、そう聞いている。もしかしてそのカエル自体が扉だったんじゃないかな。扉は片方だと意味がない。結界を解かれたせいで僕たちの世界にもカエルが現れた。そしてカエルの口の中が通じ合い、飲み込まれた僕たちは
この世界に飛ばされた。別の世界なんて、まさかそんなことが。ちょっと待てよ。だとすると今回のトラブルの元凶ってお前らのせいか？我が爆裂魔法は地獄の釜さえこじ開ける。バッカ、素直に謝っとけ。すみません、うちの爆裂娘が、すみません。どうしよう、スバル、もうすぐ応戦が。大丈夫だよ、エミリアタン、きっとなんとかなるから。私たちだって好きでこんなこと起こしたわけじゃないんですけど。まあでも迷惑かけたのは悪かったわ、ごめんね。カズマ、どうだろう、スバルたちが戻る方法をみんなで探してみないか。そうだな、俺たちが原因作ったようなもんだし、乗りかかった船だ、みんなで何とかするしかないな。おかしな魔力を感じると思いましたが、あなたが魔力の主ですね。私の問いに答えることもなく、あくびを、なんたる傲慢、すがすがしいほどに怠惰だ。何ですかこの舌は、生臭い。これは試練。ああ魔女よ、これは試練ですね。このスバ、ツインテールが私の可愛さを強調してるわね。